皆さんこんにちは、ボストン在住のカナエです。私は今フロリダ州のマイアミに来ています。今日はここマイアミで美味しいキューバのお料理を皆さんに紹介しようと思います。よければ最後までご覧ください。フロリダ州タンパから車で4時間マイアミへ向かいます。見渡す限り長い直線道路に来ております。ここに見える点々点は全部牛です。牛じゃなかった、草だった、失礼。これが牛です。いっぱいいるよ。おお、ジャージー牛でしょうか。美味しそうに草を頬張っております。マイアミに着きました。今宿に向かってるんですけど、街中になってきましたね。イルミネーションがすごく綺麗ですね。東京みたい。今日はこちらのプエルトサグバレストランに行ってみます。ここは地元の人もたくさん集まる食堂のような場所みたいで、中に入ってね、様子をお伝えしようと思います。 Hi. We are two of us. They are two of us. Inside. Do you mind inside? Yes. Okay.Hello. How are you? So, would you like something to drink? What's that? Do you have Cuban beer? Yeah, Atuay. Yeah. Yeah. One Atuay and one glass of water. Glass of water が言えました。おお、今日はね、キューバン料理を食べにプエルトサグアっていうお店で1962年からやってます。キューバンアメリカンレストランでキューバ料理が食べられるそうです。どれが美味しいんだろう。コンボ、コンボ、オッケー、コンボ、シュレッドビーフ、オッケー、ミディアムキューバンサグア。How big? Medium or large? Medium. Medium, okay. こちらはキューバのビールだそうです。キューベザハハ、なんて読むんだろう。ハハ。おお。マイアミの夜に乾杯。うん、結構ビターな感じ。うん、札幌生ビールみたいな感じ。うん、私の舌はちょっと、私ね、ビール苦手なんですよ。だからちょっとビール言われても分かんないな。さっぱり。今回はキューバ料理のなんかコンボのやつを一つと、フロリダといえばキューバンサンドイッチが有名みたいなんで、キューバンサンドイッチを頼みました。あとはなんかキューバンスタイルのお肉を頼んでみました。キューバンサンドイッチっていうのはハムとピクルスとキューバンブレッドっていうのを使ってマスタードを塗って、あとマヨネーズも入ってるんだったっけな。ちゃんとこう形があるみたいで、私の友達もおすすめしてたんで、それを食べてみたいと思います。このお店はね、なんか結構老舗で、なんか地元の食堂みたいな位置づけみたいです。ローカルっぽい人もいて楽しそう。私こういうお店好きなんでワクワクしてます。コンボが来ました。うん、これなんだ、あ、これなんだ。 Thank you。 バナナチップ、ブルーパンセン、クロケット、タマレ、ネタマレ、This is for the banana chip and the ブルーパンセン。 Thank you。 はい、来ました。皆さんこちらご覧ください。これがバナナチップス。これがトストーネっていう食用バナナを潰したもので、これがクロケット、これがタマルって言って、トウモロコシの粉とラードをバナナの皮で包んで調理したものです。これはね、このバナナチップスとこのこれとこれにつけてくださいだって。どんな味がするんでしょうか。どうやって食べればいいんだろう。まずこれから、なんかニンニクの匂いがします。いただきます。
ちょっとだけ食感があるお粥みたいな感じにホロホロになったお肉がちょっと混ざってる感じ。あー美味しい。しょっぱいよ。味の想像できないと思うんですけど、ちょっとニンニクが効いて塩が効いてます。味濃いめのお粥ぐらいの塩味。美味しいね。次クロケットいただきます。完全にコロッケだと思う。コロッケの味がする。なんだろうね、これひき肉コロッケって感じの味かな。美味しいよ。ソースつけなくてもしっかり味がついてます。何の芋使ってるの。すごいバナナ。これ食用バナナ。甘くもしょっぱくもない。塩もついてない。香ばしいよこれ。味の想像がつかない。なんかね、酸っぱいお酢とニンニクを混ぜた感じ。この白いのはニンニクだわ。油が入ってて、あとバジルの味がします。爽やかな感じ。おー美味しい。次こちら見て、こういう感じですよ。パリパリです。しっかりに焼き荒れてますね。お、芋、お芋だ。食用バナナって聞いて甘いの想像してません？全然甘くない。まるで食感と味はね、お芋、ホクホクのお芋を薄く切ってちょっとこうギュギュッとして揚げ焼きした感じ。塩味はついてないのでこれをつけて食べるといいと思います。これ結構油で焼いてこってりしてると思いきや、このソースをつけるからさっぱりパクパク食べられます。これは芋だ。プランテンは、炭水化物のこうメインとして食べられているそうなんですけど、その理由が分かった気がする。これはうまい。こちらが9番サンドです。こうなってるのをこう切ってくれた感じ。赤身がハム、なんかお肉、チーズ、なんだっけ、ピクルス、そしてマスタードが塗って、これはね、キューバンブレッドっていうパンらしい。ギュッと潰して焼かれてるんだって。これが特徴らしいです。いただきます。めっちゃうまい。めっちゃうまい。チーズのコクがあるのとハムの塩気。パンがねプレスしてカリッと焼かれてるんだ。でほかほか美味しい。でね、後からねマスタードのちょっとピリ辛がきますね。これはうまい。これはうまい。これがシュレッデッドピーフで、こちらが付け合わせの白米と、これが食用バナナを焼いたものです。プランテンですよ。来ました、私の大好物。上に乗ってるの福神漬けみたいだね。でもパプリカだわ。もうお肉が本当にホロッホロで、具はピーマンと玉ねぎとパプリカです。なんだろうこの味は。美味しい。説明が難しいけど、
スパイスが効いていて、例えるならカレーとかの方に近いかな。醤油は絶対入ってない。酸っぱさはない、塩気はお味噌汁ぐらい。スパイスカレーとかにちょっと似てるかな。ほろっほろで美味しい。そしてこれどうやって食べるんだろうね。カレーみたいな感じかな。お米全然パサパサじゃないよ。日本人好みのふっくら好みのお米。そしてこちらどんな味するんだろうね。この旅で一回コロンビアっていうお店でもプランテンを食べたんですけど、熟してないバナナ、甘酸っぱいバナナを食べてる感じ。アメリカに来ていろんな地域に行っていろんな料理を食べることで、いろんな食文化が知れてすごく興味深いです。私食べるの大好きだし料理するのも好きだから、なんか食べながらね、これどうやって作るんだろうって想像して家でも作ってみたいなと思いました。ボストンに帰ったら緑のバナナを探して主食プランテインにしたいと思います。あと9番サンドを作る。皆さん9番料理いかがでしたか。いやー、ここは美味しかった。プランテインっていう食用バナナが本当に美味しい。揚げればお芋になるし、甘酸っぱいバナナ美味しかったです。9番サンドイッチもようやく食べられて、いやー、本場の味は違いますね。すごくカジュアルで地元の人も集まってワイワイ楽しい雰囲気でした。皆さんも動画から9番料理の様子とかね、店内の様子が伝わってると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。フロリダからマイアミからドナイでした。またねー。で今はマイアミの南の方のサウスビーチというところに来てます。ホテルとか、なんかバーとかがあって、右側には木が、ヤシの木ですよ、これ。ヤシの木がイルミネーションで装飾されています。飲み歩く人がたくさんいますね。今11時なんですけど、まだまだ眠らない街っていう感じです。私たちはね、ちょっとチラッと海を皆さんに紹介して帰ります。明日は早いからね、あるところに行きますよ。皆さん楽しみにしててくださいね。すごく。いいと思うから。さっきの賑わってるところから少しだけ海に近づいてきました。ここには大きなヤシの木がたくさん生えていて、この下にはなんとビーチバレーコートがたくさんあります。こちらの方向が海なんだけど、もうね、閉まってるみたい。危ないからかな。だから残念、行けませんでした。あはーん。マイアミ来たのにビーチ入れないってどういうことやね。しょうがないね、でも。危ないからね。治安も心配だし。ここら辺で引き返そうか。よし。キラキラの、なんだろう、飲み屋さんが続いております。シーシャってやつ、水タバコをしてますね。おー、ワールド、ワールドフォタワーズホテル。これね、飲み屋、1階が飲み屋で、その上がこうホテルになってるみたいなんですね。画面の右側はマイアミビーチですから、多分ここに泊まったらね、ビーチにすぐアクセスできて、飲み屋にもすぐ行けて、すごくいい立地なんだろうけど、ちょっとね、うるさすぎて私はダメだな。みんなどうしてんだべか。中で踊ってる。ここすごい、なんか、ヤシの木が、すごい。で、このホテルに見えますか、これ。サウスビーチって書いてある。この通りをずっとまっすぐ歩いてもう10分ぐらい経ったんですけど、まだまだ続きそうですね。マイアミのこの通りはすごく長いんですね。今北上しております。宿はね、北の方にありますので、途中でウーバーを拾って配車サービスで帰りたいと思います。ピンク通りでした。
すごい、青だったりピンクだったりカラフルですね。すごいな。何これ、クリスマスワールドみたいな感じですね。これね、これはね、イルギアディーノっていうのかな、レストランっぽいです。あー、すごい素敵。こんな感じの常夏のコンドミニアムの一室に泊まります。着きました。あ、いい感じじゃん。かわいい。いい感じの照明じゃない、じゃん。この狭いお部屋にキッチンも冷蔵庫も電子レンジも、こちらはあのウォークインクローゼットになってますね。キッチンはこんな感じ。こんなちっちゃいのに4つ口だよ。日本だったら1個だよ。すごいね。そしてこちらはお風呂です。お風呂はこんな感じになってます。ユニットバスですね。シャワールームのみ。おー、あ、結構私好きよ、この暖かい光がね、いいね。はい、今日はここに泊まります。